にちは。ザ・ホワイトデンタルクリニックチャンネルです。よろしくお願いします。歯科助手のかなと長山ゆきです。よろしくお願いします。先生、今日第9回。今日は何を話すか、教えてください。言ってないんだよね。聞いてないの。超怖い。この前ね、私お家で、それふーってトイレ入って、ふーってなんかね、トイレ入ってたの。で、パッて見たら、ある言葉が目に入ったんですね。メチルメルカプタンっていう言葉が目に入ったんですよ。メチルメルカプタン。そう。硫化水素メチルメルカプタンって書いてあったの。これ私物家から持ってまいりました。硫化水素メチルメルカプタンって書いてあるので、私はね、もう歯医者さんだったらもうこれ反応しちゃうよ。トイレの消臭剤にこれが書いてあって、私は知らなかったんですけど、そのトイレの悪臭の原因がどうやらこの硫化水素とメチルメルカプタン、アンモニアなんです。でそれを抑えるから消臭効果がありますよっていうものなのね。で実は口臭の原因となっているガスは硫化水素とメチルメルカプタンなの。そうなの？私びっくりして知らなかったから。嘘、知らなかった。そう、歯周病菌がこう出すガスがあるんだね。でそれがその口臭のもうメインの原因なの。それがなんとおトイレの匂いと一緒でした。だからその歯周病菌ってやっぱすごいなと思って。確かにおトイレとイコールって言われるとちょっとね、悪臭としては同じ物質なので、本当に知らなかったんだけど、口臭の原因物質っていうのはその揮発性のガス、揮発性陽化合物、でその中でも硫化水素メチルメルカプタンっていうのが主なものなんだけど、要するにその歯周病が重度になればなるほど、そのメチルメルカプタンとか硫化水素っていうのが濃度が高くなっていくの。だから軽度の場合はそんなに匂わないけど、やっぱり私なんかもその、そういう歯周病の人とか虫歯の人が来るので、口臭は把握してます。口臭は把握してます。香りは把握してます。把握は分かってる。虫歯の匂いってまた違うんですよ。口臭の。そうなんだ。違う。嗅ぎ分けてる私。これは歯周病の口臭。虫歯は穴とかの中に食べ物とかが詰まったりとかして、それが腐ってるような場合があるかなと思います。なるほど。でもそれも虫歯全部取って、うちほら狩り場にするでしょ。しますね。もう帰る時には匂わないもん。そうなんだ。やっぱ歯周病も虫歯ものぞけばなんとかなる。そうで、ほら動画、うち YouTube で動画撮るでしょ。で動画撮ってるくださるスタッフが分かるんだって。やっぱりさ、別に歯医者さんとかじゃないから、そうですね、本当に帰る時に何の匂いもなくなってびっくりしましたって言ってた。やっぱ分かるんだ。そうだからやっぱばい菌の巣を取る、とにかくばい菌との戦いなので、歯科っていうのはばい菌をなるべく少ない環境に持っていくっていうのはとても大事です。でも別にさ、うわー口臭だっては全然思わないんですよ。あるよね。なるほどなるほど。あるよね。そりゃそうだよね。じゃあ直そうっていう出た前向きなやつ。ただこの前結構匂うなと思ってる人がいて、歯石を取ったりとか、その歯周ポケットって言って、その要するに歯周病菌の巣、もう歯周病菌がもうやばいっていう環境、もう全然歯磨きができてなくて、歯石もたっぷり溜まってて、歯周病菌は酸素がお嫌いなんですね。なんか何個か前でやりましたね。そう、酸素がお嫌いなんで、とにかくそういう環境にいるとどうしてもこうたくさんガスを出しちゃう。だけどそうやってクリーニングする、歯石を取ったり歯周ポケットをクリーニングしてブワーブワーって見流してやったら帰る時なくなったんだよ。すごい。言わないけどね。まあね。でも自分の中で、あ、口臭がなくなったと思って嬉しいと。やっぱそのガスだ以上はね、体に害もあるんですよ。そうなんだ。実際にそれはこの硫化水素なんて、はい、濃度が高くなったら人死ぬんで。マジでヘビーだな。だからそれぐらい人が死んじゃうぐらい毒性があるガスなんです。やばくないですかそうだから結局そのガスがさらにこう歯周病を悪化させていくっていうのはデータとして出ているので、だから口の中はこういうものでは消臭できないので、ちょっとこれはきついこれでは消臭できないのでじゃあ何をするかって言ったら、うん、正しい歯磨き。はい、正しい歯磨き、歯医者さんでのクリーニング、もうそれしかないんですよ。逆にそれさえすれば、今もし歯周病で口臭がある状態だとしてもすぐになくすことができます。本当に中には内臓の病気だったりとか、実際にそういう病気から来る口臭っていうのもあるんですね。あー、なるほど。また違う病気、だけどその口の中のばい菌が原因のものはもう自分の毎日のケアだけ、歯ブラシ一つで治すことができる。で今日は実際に今まであんまりやってなかったと思うんだけど、歯の汚れを染めて、私がどんなことをポイントにして患者さんにその歯磨き指導しているかっていうことをお伝えしようかなと思います。よろしくお願いします。はい、なのでちょっと治療室の方に移動しましょう。移動します。イエイ。はい、行ってきます。全然綺麗。あ、いいえ、そんなことないです